か。今年のまず、はい、今日初乗りですか。そうです、今日初乗りです。どうですか。いや、自分なりには結構好調で乗れてると思ってたんですけど、うん、まあ、チームメイトないとか監督の歩さんにぶっちぎられてちょっと凹んでます。凹んでる。ちょっと悔しいです。これは、ね、得意な種目とか苦手な種目で言うと今日は種目ですか、うん、このダートトラックというか。だっていや別に得意でも下手でもないと思うんですよ、うん、まあ、練習結構してるでも、まあ、監督と愛には今日かなわなかったです、ね、今日勝てるかなとは思ってた。ちょっと正直思って来る前はちょっと俺今日行っちゃうんじゃないかなとか思ってたんですけど、うん、やっぱ実際早いですね、あの2人は。実際早いです。かなりじゃあ今日 は悔しさが走り出てたね。はい、ちょっと本当にもう、うん、帰りたいですね、悔しくて。まあこの1ヶ月ちょっとの、はい、1ヶ月もなかったかな、オフは。あ、でも1ヶ月ぐらいありました、ちょうど。どうだった。楽しかったです、やっぱり。楽しかった。やっぱり日本の食べ物美味しくて、うん、食べ過ぎちゃうっていうのが難点なんですよね、うん、今年のじゃあとりあえず目標はルーキーオブザイヤーです。お、そこは絶対ルーキーオブザイヤー表彰台、うん、まずは表彰台ですね、うん、まあ、まずはやっぱポイントですかね。感想とポイントが一番大事かなと思います、うん、まあ、怪我もありますけど、怪我はあんま考えないで、うん、まあ、やっぱ完走を走り切るのと、ポイント、表彰台、ルーキーオブザイヤーでいきたいと思います。手の怪我はどうですか。あ、もうバッチリ、今バッチリ、はい、感じたり。握力も戻った。握力も戻ってます。はい、あともう一つなんか聞こうと思ったな。なんだっけな、何を聞こうと思ったの。あ、そうそう、これ12日に出発して、はい、次日本に帰ってくるのはいつなの。は、カタールテスト前ですね。カタールテスト前、もう2日間ぐらいしかでも日本にいないんですけど。カタールはじゃあ日本から出発。日本から出発します。はい、じゃあ今年期待してます。ありがとうございます、頑張ります。頑張ってね。はい。